皆さんこんにちは。シンガーのさやです。シンガーさやの3分間エコノミクス第61回。今回のテーマはエネルギー自給率です。エネルギー自給率とは、我々の生産活動や日常生活に必要な一時エネルギーのうち、何パーセントを自国内で確保できるかを示す指標です。一時エネルギーとは、加工されない状態で 自然から供給されるエネルギーを意味します。具体的には石油、石炭、原子力、天然ガス、水力、地熱、風力、太陽熱などになります。実は人類が最も長く依存してきた自然エネルギーは木材です。何しろ人間は煮炊きをしなければ生きていけません。石炭がエネルギー資源として利用される以前は 人類は木材に依存して生活を成り立たせてきたのです。木材は苗木から利用可能なまでに育つのに何十年もかかります。人類の初期の文明は森の木々を切り尽くし砂漠化することが多かったようです。今は砂漠のメソポタミア地方はもともとは森林だったそうです。何しろ古代メソポタミアのギルガメッシュジョジシには ネバノン杉の森を舞台にした物語があるほどです砂漠化した現在のメソポタミアつまりはイラクシリア地方からは想像できませんよね日本の文明も森林という一次資源に大きく依存してきました神武統制以降日本の中心は奈良盆地だったわけですが西暦794年に関武天皇が都を 長岡京そして平安京に移します関武天皇が都を移した理由は奈良盆地周辺の森林の木材を取り尽くしてしまったという説があります何十万人が何百年も暮らしていたわけで実際に奈良盆地の周囲のお森は取り尽くされ萩山になっていたことでしょうペリー来航以降日本の一次エネルギーは石炭に移りました 当時日本の森林はかなり失われてしまっていました江戸時代の葛飾北斎の富岳三十六景を見ると萩山に松の木だけが生えている浮世絵がいくつもありますペリー来航により一次エネルギーが石炭に移行しなかった場合日本の文明は確実に停滞してしまったと思われます現代最も重要な発電に必要な一次エネルギーの割合を エネルギーミックスと呼びます日本のエネルギーミックスは2010年度は LNG 液化天然ガスが28%石油が9%石炭が27%原子力が26%水力が7%そのほか3%とバランスが取れていました当たり前ですがエネルギー供給源は多種多様な方がよく 一つのエネルギー源に依存していない方が安全という話になりますそれが2011年の福島第一原発事故で原発が停止し不安定な太陽光や風力を増やす再生可能エネルギー固定価格買取制度が始まって以降火力発電への依存度が高まります2020年度は LNG が39%、石油6%、石炭31%、原子力4% 水力8%その他が12%と極端に火力発電に依存する状況になってしまいました日本は LNG や石油石炭について外国からの輸入に依存しています結果日本のエネルギー自給率は OECD 諸国の中で下から2番目の12%この状況問題と思わない方が問題でしょうさて次回は国際収支